はい、どうも皆さん、ケジオです。甘噛みやっていきます。前回は休み1休み2をやって、あの食堂のね、このイベントやろうと思ったんやけど、ちょっとね、あの予定が入っちゃって、もうそのままブツって切っちゃったんよね。ほんでなんかちょっとだけ最初の一つのセリフだけ言ったとこで終わったんで、まあそっから見ていこうかな。そう、なんか B 定食が美味しそうだけどどれにしようかなみたいな、やつの追加からやっていきます。今日の B 定食は白身魚のフライか。確かね、ここまで読んだはず。タルタルソースも美味しそうだし、これにしよう。まあでも白身魚ってたまにやっぱ食べたくなるような。満足。お、ニコニコだね。リホコ、そんなに美味しかった B 定食？なんで僕が食べたものが分かったんだよ。もしかしてずっと見てたん？影から。あ、今日純一くん白身魚のフライ食ってんなって。あ、そうか、一人寂しく食事をするのを見てたんだろう。なら声をかけてくれてもいいじゃないか。ブブー。え？違います。違うの？タルタルソース口についてるようなパターン？匂いでわかったんだよ。は？に、匂い？すごいでしょ。外で食ってたんやとしたら匂いってもうないと思うんやけど。またそんな嘘。嘘じゃないってば。白身魚のフライってそんな匂いでわかる？タルタルソースだってそこまで匂い強くないやろ。どうだろう、信じられないな。だって証拠がないからさ。まあ確か、どうしたの？なんか楽しそうだけど。あー、かなえちゃん聞いてよ。これかなえちゃんがどっちの味方するかやな。さあどうや。なるほどね。お、まあんたの言い分もわかるわ。せやろ。まあ私に任せなさい。なんとかしてくれる。え、どうするの？簡単、もう一回やればいいのよ。嘘やろ。まだ食えっていうの？なるほど、私は桜井を見張っておけばあんたも文句ないでしょ。まあやり方としてはいいんやけどさ、これもう一回食うってこと？確かに。で、負けた方がジュースをおごるっと。あれ、そんな話やったっけ？そうでもしないと真剣勝負にならないじゃない。もうこんな匂いが出やんもん買ったらかじちゃう。もうなんかアンパンとかでよくない？それはそうだな。じゃあそういうことだね。君の挑戦を待つ。ノリノリだね桜井。それかさ、なんかうどん買ってさ、もうきつねうどんとか酢うどんとかなんかそういうの分からん感じのうどん買ってさ、すごい分かりにくいの。よーし、首を洗って待ってろよ。よかろう、私の。おいおい、大丈夫か？ちょっと気管が。やれやれ、勝負はとりあえず置いておいて、なんか飲んでから教室に帰るか。リホコは何がいい？結局おごんの？ココア、いや、アップルジュースかな。平和だね、あんたらは。調整は待ってるんだから、それまで一時休戦なだけですよ。はいはい。
さっきはああ言ったものの、リホコの鼻には油断できないぞ。無策で井上は必ず痛い目に遭うに違いない。うん、なんかやっぱね、そう、ちょっと策をね、狙うのね。なんか対策を練っておくか。なんか、何の匂いで判別しとんのやろ。その純一くんの匂いを嗅いでとかやったら、うん、なんか事前に違うものの匂いをつけとくとかね。うん。あ、これはリョーカ忘れてるかもしれないけど、挑戦状叩きつけてるだだだだ。これ多分次の昼やな。うん。そうじゃないかな。そやな。だからこれは明日見ようってことで、これもだいぶあるな。あ、これ大事なやつやん。で、これが日曜日のデートイベントやから、これでもあと2回はね、放課後デートやろうと思ってて、うん、もうあのポッキーゲームの下りは終わったから、うん、だからあと2回はもうこれ放課後デートやな。いや、リホコちゃんはちゃんと全部回収できそうやな。大体の子ってアタックイベントなんか残るんやけど、うん、リホコちゃんはいけそう、ちゃんと。で、ここもあのエッチやから飛ばして、で、ここもエッチやから飛ばして、で、3、4はもう会話埋まってるはずで、で、リホコちゃんは下がらないと。うん、はい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 、いいですね。まあここまではもうサク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 なんで。よし。で、はい、アタックですね。早いな、マジで1分もかかってない。よし、行こう。リホコ、今日は用事あるのか？ううん、どこか行く？そうだな、それじゃあ商店街にでも行くか。好きのリホコちゃんとの放課後デートはね、なんか昔の思い出聞けるからいいんよな。うん、あ、まあ好きじゃなくてもそうか、どの好感度でも放課後デートは昔の思い出が聞けて面白いよな。うん、結構寒いな。すっかり街もクリスマスムードだね。あ、あれあれ、きびと焼きか。あったかそうだな。何、なんか大判焼きとか、なんかそんな感じのやつ。生クリームあんとかレアチーズあんとか、いろいろ種類があるよ。どれ食べようかな。どれも美味しそうだな。まああんこでしょ。そういうのは。ブルーベリーも美味しそうだったけど、売り切れなのは残念だったな。次来た時にあるといいけどな。そうだね。あれ、もしかして、あー終わっちゃっち。あー、これだいぶ短いやつか。もう一日行こうかな。うん、ちょっといつもよりちょっと長くなるかもしれんけど、はい、まあしゃあない。さすがに今9分、わー短いな。寝よう。あ、ほんでそうやん、ここで、うん、おやすみ、おはようございます、行ってきます。で、ここで土曜日を消化することによって明日デートを見れるってことやから、ああちょうどいいやん。で、これが昼休みやから、はい、で、これを見ると、そう、匂いの勝負ね。うん、受けてたと。リホコのやつめ、匂いだけで食べたメニューが分かるなんて、あれは何かトリックがあるに違いない。すべての準備は整った。本当に？今日はリホコに挑戦状を叩きつけてやるぞ。ああ、お、来る梅原くん。一緒に昼飯食わないか。梅原、
悪いが今日はダメなんだ。別に上原くんも誘ったったらええやん。なんだどうした、神妙な顔して。リホこと戦ってくる。そうか、別に告白とかじゃないからな。何のことだかさっぱりわからないが頑張れよ。上原くん連れてったれよ。ああありがとう。かなえちゃんはどっちかっていうとリホコちゃんサイドのコーナーやからさ、まあかなえちゃんに限ってそういうことせんと思うけど、そういう意味ではやっぱね、純一くんサイドの人間も連れてった方がいいよな。頼もう。どうしたの？あれ？どうしたの？そこの女。言い方。お主、匂いを嗅いだだけでそのものが何を食べたかピタリと当てるというが、察して。ええ、相違ございません。よろしい、ならばクリークだって。恥ずかしいんでよそでやってくれない？正論やめ。あ、ごめん。まあやってくれると。うん、それじゃあ食事が終わるまで桜井を待ってるわね。うん、頼んだよ。負けないよ。まあでもかなえちゃんはこういう面白いことは多分ずるしやんと思うから、りほこちゃんの味方とかはまあ大丈夫やろ。そのセリフ15分後に言えるかな。はいはい、それじゃあ勝負開始ね。じゃあ食事してくるよ。いってらっしゃい。これなんか選択肢とかないかな、何食べるかみたいな。ふう、今日は A 定食が納豆御膳、 B 定食が豚キムチスパゲッティ。なんで今日に限ってそんな納豆とかさ、キムチとか匂いが強いのばっかなん。これを待ってたんだ。え、逆に？おお、いただきますと。なんでこんな匂い強いのばっかなん。バレるやん。リホコちゃんじゃなくてもわかるやろ。うん。準備はできたよね。あ、でもそっか。A 定食と B 定食が何かは言ったけど、これを食べるとは言ってないな。まあまあ、見ていこうか。11君には策があるらしいから。桜井もスタンバイ OK？ どうだい？バッチリです。鼻詰まっとるとか言い訳聞かんでな。じゃあ、あんたをそこに立って、桜井はそこね。負けないよ。納豆は100バレるで、キムチもバレる。から、うん、じゃあ、お、よう、やっぱ服の匂い嗅いでるっぽいよな。ちゃうんかな。お？あ、間違えた。なんか、お、ふっふっふ、わかるまい。何してきたよお前。昼に食べたのは B 定食、すなわち豚キムチスパ。キムチの匂いは強烈、すぐにバレてしまうだろう。しかし今朝食べたものが A 定食と同じ納豆としたらどうだ。なるほどな。小賢しい真似。はあ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 、納豆もキムチも匂うけどどっちやみたいな。パーフェクトすぎる。でもさ、服の匂い嗅いでんやったら納豆に関しては服から匂いせんくない？これならたとえリホコの鼻が犬並みだとしても。近い。あ、うわ。なんかドン引きしてる。か
かなえさんが引いちゃってるよ。これ多分めちゃくちゃ近いよな。解像度がかなり荒いもん。近い。かなえさん、なんか突っ込み入れて。あ、桜井さん。これはルール的にはどうなんですか？ちょっと待って。多分これは、いや、目の毒だからやめてくれない？あ、もう顔に近づいてきてたんかな。あ、もう大丈夫さくらい。周りの目を忘れてた。忘れてたって。その、ごめんね。あれ。自分のやってたことの恥ずかしさに今さら気づいたか。ああ。これ不戦勝じゃない ?You win! イェーイ、やったー。ははは。さて、勝利者インタビューです。勝因は何でしょうか？勝因。何やろうな。そうですね。やっぱ朝納豆食ってきたっていうのが大きかったんちゃうかな。なんか気の利いたことを。はい、でしょ。お前。うん。やってらんない。あ。違うんだ。よくあるコメントを真似しただけで、そういう意味じゃ。それにしたってタイミング悪いよ。はいはい。いや。ええやん別に。お。どうした、肩を落としちまって。なあ梅原。戦いは何も生み出さないな。虚しいもんだ。多分ね、梅原くんが思ってるほど深刻な戦いじゃない。めちゃくちゃしょうもないのよ、言うたら。景品のジュースももらえなかったし。よしな、過ぎたことを悔やむもんじゃないぜ。梅原、気を落とすなよ。あれやで、別に振られたとかちゃうからな。帰ろう、教室へ。あ、帰ろうぜ。ああ。試合には勝ったけど、なんか勝負には負けた感じ。何やこのしょうもねえの。で、これマジでもうイベントさ、まあ、あとこの出る分だけじゃないの。うん。ここ空いてんのもまあなんか気になるけど、まあ、あと、そやな、もう、放課後イベント、1個見るだけなんで、違います。はい。見ていこうか。よし、いつもの通りね、アタックまで来たので、行きましょう。ほい、サクサク。だいたい最後のアタックイベントって短いのよな。うん、うん、どこか行く？だからこれももしかしたら早いかも。それじゃあどっか寄って帰るか。うん、
なんかこれだけで終わりそう。あ、さすがいない？あ、よかったわ。それにしても、こう寒いとまたあったかいものを買いたくなるな。そうだね。あ、終わったわ。最後ぐらい、逆ちゃう普通。最後ほどなんか盛り上がらせてほしいんやけどさ。最後のアタックイベントがさ、短すぎるのよ。最後までよう見ましたねみたいな感じでもうちょっとあってえと思うんやけど。今日は寄り道。うるさーい。何もはない。はい、ということで今回はここまでですね。次回はそうデート、デートがあるのでね、それを楽しみに、していきたいな。うん、で今日はまあなんか匂い対決して、まあなんかとんでもない茶番で終わった感じだったかな。うん、で明日ね、気合い入れていかなあかんな。何やったっけ、なんかスイーツショップ、新しいなんかスイーツの店ができたから行くっちゅう話だったかな、とりあえず。うん、でまあそれ以降は未定みたいな感じだったんで、うん、いや楽しみやな。うん、ということで今回はここまでとなります。ありがとうございました。またお願いします。